次の文章の空欄に当てはまる語句を選びなさい。こちらの方はアナログとデジタルの違いについて以前の授業動画で説明をしていますので、まずはそちらの方をご覧ください。今回はアナログとデジタルの違いとデジタル表現の基礎について説明していきます。例えば時計の場合、アナログ時計とデジタル時計があります。温度計もアナログ温度計とデジタル温度計があります。時計の針の位置や水銀柱の長さのように連続して変化する量をアナログと言います。一方デジタルはこの連続して変化する量を一定間隔で区切った数字や段階的な数字で表現することをデジタルと言います。アナログデータと比較したデジタルデータの特徴として、ノイズに強い、加工がしやすい、統合して取り扱えるという特徴があります。それぞれについて説明していきます。まずはノイズに強いについてです。ノイズは雑音や電気信号の乱れのことを言います。アナログはこのような連続した波の形の波形を描きますが、ノイズが入るとこのように波の形が乱れてしまいます。これを修復することは容易ではありません。デジタル波形は0と1で表現されるので、多少のノイズで乱れてもこの図のように1と0の領域が明確なので、ノイズが加わっても修復がしやすいという特徴があります。次に加工がしやすいについて、デジタル情報は数値化されているため修正や編集などの加工が容易になります。この YouTube 動画もこのような編集ソフトを使って音をつなげたりカットしたりしながら作成しています。最後に統合が容易について、デジタル化された文字や音、静止画、動画などすべての情報を0と1の数値として表すことができるので、情報を統合的に扱うことができます。この YouTube 動画もバックミュージック、音声、PowerPoint の動画など統合的に組み合わせて作成しています。アナログデータをデジタルデータに変換することを AD 変換と言います。一方デジタルデータをアナログデータに変換することを DA 変換と言います。 AD 変換時にアナログデータにあったデータの一部が失われてしまうことを変換誤差と言います。動画内で説明したように、デジタルデータの特徴はノイズに強いというのがあります。アナログはノイズなどの影響を受けやすいという特性があります。つまりアナログデータは直感的に捉えやすいが、データが変化してしまうと復元することが難しいになります。解説は以上になります。